久保さん、コスパにしましょうか。昨日ね、届きました。この AirPods Pro 第2世代ですね。久保さん第1世代持ってると思うんですけど、第2世代届きました。まあね、ノイ,ノイキャンがやっぱすごいっすね。もう、全然、外のあれがき、なんか、聞こえないというか、良かったです、これ。まあ今回コスパっすね。コストパフォーマンス。はい。まあ久保さんが言う通りね、キットの動画、ね、あの <laughs>、 <laughs> まあ所有するとするならば1000万ぐらいね使ってって話なんでまあ上手い人はねそのレンタカーでねやってる人もいるんですよその高級車をレンタカーしてでそのレンタカーして動画を撮って再生数稼いでる人もいてただであの一番やっぱコスパがいいのっていうのはまあ紅茶を飲むとかうんなんですかねえーなんか安いじゃないですかうんだからその動画の素材 うーを何にするのかっていうのは、うん、なんすかね、なんかあのテレビ番組とかも金持ちを取り上げるのか貧乏を取り上げるのかっていうところで、まあ僕がね、今注目してるチャンネルが、ホームレスが大富豪になるまでっていうチャンネルがかなり伸びてるんですけども、なんすかね、その、ホームレスが何だっけな、なんか結構回してるやつあるんですよ、今い,い,いろいろとね。 ホームレスが大富豪になるまで。だからまあアイディア次第なんですよね。まあ、多分ね、このチャンネル100万人ぐらいいくんじゃないかなと思うんですよね。うん、その物語にもなってるし、この前ね、ヒカキンさんともついにコラボしたんですけども。あのー、うん。なんですかね、例えば、ああ。ええー。 えー、67歳ホームレスが、えー、ペヤングを食べてみた。激辛ペヤングを食べてみた。激辛ペヤングソース焼きそばって、まあ、いくらですかね。200円とか100円ですか。はい、64万回ですね。駅前のホームレスが5年ぶりに牛丼を食べた。牛丼も400円くらいですか。64万回ですね。<laughs> そう。うん。そう。 あと5年ぶりにビールを飲んだら43万回っすね <laughs>、うん。そう。<laughs> そう。ホームレスが、まあ、あの、僕ね、思うんですけど、まあ、ホームレスって一番コスパがいいと思うんですよ。だって、家代かかんないじゃないですか。どうすか。まあ、ちょっと冬とか寒いとかあるんと思うんですけど、家賃かかんないじゃないですか。 だけど、そのホームレスであることによって、ホームレスがなんちゃら、ホームレスがなんちゃらって使えてて、あの、いろんな、その、なんだ、ちょっと面白くなるんですよね。普通にビールを飲むにしても、先ほどのタイトルみたいな感じで、5年ぶりに、ホームレスが5年ぶりにビールを飲んだ結果みたいなね、リアクションとかね、<laughs> 牛丼食って言って、リアクションとか、なんか、なんでもいけますよね。<laughs> 本当になんでもいけるよね。<laughs> なん <laughs> でもいけますよねあまあまあこういうその考え方を知っているといろんなやり方があるのでなんだお金がなくてもいくらでもできるっていうことですね、うん、でも逆に言うとこういう考え方とかあとこういうことができないと、えー、何もそこからまあ,あの収入を発生させるとお金を稼ぐっていうのは難しいのかなとあとね手取り1手取りこれ手取り十4万円の手取り手取り 14万の工場勤務。この人も結構うまいんですけど。工場。テドル、勤務だな。ああ。これどれだっけな。弁当か。 あ絶望ラインチャンネルですね。絶望ラインチャンネル。これも20万人ぐらいいてるんですけども。まあ一番回してるのが、えー、派遣ラインの1日、日当3000円。<laughs> 日当3000円だけども、えー、267万回回してますね、はい。日当3000円の仕事の、その、どういう仕事してるのかみたいな <laughs>。だけど、 日当3000円しかもらえないんだけど YouTube の広告収入は267万回回してるので多分この一発の動画でまあ560万はまあいってるでしょうね広告収入少なく見積もっても50万60万はいってるんじゃないかなっていう日当 <laughs> <そう> <laughs> 3000 <laughs> すごいですよね。日当3000円の仕事だけども、それがネタになって、その何倍も稼ぐっていうね。<laughs> すげえ時代ですね。うん。そう。な、もうほんとアイディア次第ですね、マジで。アイディア次第です、本当に。はい、し